用ステークスということでやっていきたいと思います。秘密結社ヘガム創生発注でございます。まあ、こちらね、阪神のリステッド競争ハンデ戦ということで、まあ、ハンデ戦なんでいつも通り5等ボックスでね、やっていきたいと思うんですが、まあ、今回は上位勢で、まあ、勢いがありそうだなっていう馬たちと、あとはね、軽ハンデで、これは一発ハンデ的に面白いぞっていう馬とね、5等ボックスにしてます。まあ、特に人気薄めの2頭はね、ぜひ注目というか、ハンデチェックからも浮かび上がってきたところということで、まあ、参考にしていただけたらいいのかなというふうにね、自信を持ってお勧めしたいと思っております。まあ、というわけでね、今回まずはね、人気サイド4番のクラバシュドール、まあ、前走リゲルステークス別定戦の54キロで2着に来ております。今回、まあ、ハンデ戦ということもあって、1キロ筋量が減るのはね、まあ、上位人気で勢いがある上にという点ではプラス要素ですね、狙ってみたいと思います。まあ、そして6番エアファンディタ、ネット競馬想定3番人気貴重なハットトリック3区、前走前々走のね、時計がね、非常に優秀、まあ、前走も掲示板確保した割には54、ので、まあ、筋量ゾーンは仕方がないところだし、まあ、時計面ではね、それでも評価ができるということで入れておきたいと思います。まあ、そして10番ハーメティキスト、この馬も筋量1キロ増えてはもう不思議はないぐらいの、時計で勝ち上がってきているですが、まあ、そこそこ走っているんですが54キロ、まあ、筋量で言えばこっちの方が浮上してくるかなというような感じになってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そして12番ファルコニア、ネット競馬想定4番人気、去年ね2勝クラスから阪神で3勝を挙げています。まあ、距離短縮マイルどうかなというところではあるんですが、まあ、この謎の阪神適性というあたりは非常に狙い頃かなというふうに思います。そして14番のガゼボ、ネット競馬想定7番人気なんですが、去年の2着馬なんですね。まあ、そして昇級初戦でそこの去年をハンデ戦をここを使って、その後ね全部別定戦筋量56キロで走ってるんです。他の馬と同じ筋量、今回1年ぶりの54キロ、まあ、この馬にとっても走りやすかろう。まあ、そしてハンデ戦の54キロの筋量だったら去年も2着に来てる、まあ、その信頼と実績ですね。7番人気だったら買いたい、もっと人気しちゃったらみんな見る目あるなと、みんなそこ見てんだなというところなんですけどもね、まあ、ぜひね皆さん、まあ、人気薄だったらぜひ入れておいてください。人気してたら、まあ、あ、みんな見てるところだなということでね、あれ俺見てなかったんだけどなと思った人が反省してくださいというような形でね、まあ、こんな感じで狙っていきたいと思います。まあ、というわけでね、今回もやっていきます。日曜日の重賞2つはメインチャンネルふえがみ TV ですでに予想の方をアップしております。まあ、そちらも含めてね、特別戦闘はこちらでまたやっていきますので、ぜひそれぞれチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。